ういーす、どうも、はじまきよしろです。おーおーあえいおうあえいおうあいうえおあえいおうんんあえいおう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 あえあえいおう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 そんなね、発声トレーニングするようなやつじゃないだろうと、お前偽物だなって思いましたね。どうも、本物の羽島清志郎です。頭がかゆいって思ったけど、俺ね、眠くなると体かゆくなる得意体質なのよ。まあ、別に得意体質じゃないんだろうね。いやー、それにしてもかゆいな。あー、体かゆい。かきまくりだって、ゴシゴシゴシ、ブシッシッ。手投げテンション高いですね。別に何もいいことなかったけど。いや、カレーが美味しかった。お母さんの作った。ピンクモンスター、炭酸割り。まずい。でもね、薄味になるとうめえよ。なんでも。でもね、モンスターのせいで炭酸が殺された。ムカつく。でね、やることねえんで、もうこれ以上喋ることないんですよ、多分。いや、あるかもしれないけどないから。お、チャンネル登録者184人。変わってない。コメントもなし。お、コメント来てる。810回で草。陰部ネタ絡めて食なよ。でね、あーもうめんどくさいんだよな。動画をさ、パート14、13、あ？パート13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、20、あれ？え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 ？よいしょー！汚っ。あー、いて、腹筋いて。13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、20、あれ？数字間違えてないか？あれ？俺？あー、間違えてなかった数字、多分。うん、間違えてないよな。まあ、間違えても別にいいや。よかった。じゃあ、やることないんで。とりあえずタスクを消して、うん、全部消しちゃった。ね、動画あげます。別にめんどくさいんでね。わかんねえな、むずいわ。はい、臭くない。いて、こう入ったと思うでしょ。全然入ってない。音で出しただけ。うん、袋にね、ぶつけただけ。ああ、うぜえ。この後頭部の出来物がめちゃくちゃね、かゆい。ああ、殺菌すりゃいいのか。うん。殺菌する薬あるんだよな。ああ、めんどくさいな、動画あげんの。別に、もう数字でよくない？自分の動画。一応、パート、24か。なんで、もう25。もうね、やる気ないです。俺は。25。俺はもうめんどくせえから、これが俺だよ。分かったか？数字だけ。やる気ないね。いいだろ別に。タイトルなんかさ、どうでもよくない？20、さあ24、25、26か？あ、26が2個になっちゃった。
25、26、27、28、じゃあ次29か。あー、わかんねえ。13分か。あ、13分の動画か。多分29でしょう。動画11本です。なのでね、鼻水がチンコかゆ、あーお風呂入んなきゃね。あーまずいな、モンスターってまずいね。俺の口には合わねえな。口っていうか舌だな、別に。うん、口で食ってねえし、舌で食ってんだよ。口に入れて舌で食ってんだ。いや、鼻で食ってるよな、俺バカだから。舌はバカ、鼻はいいんだよ。鼻詰まってるけど、別に鼻がいいからって使えると思うなよ。あれ、コントローラーどっか行っちまったぜ。あー、なんですぐさソファーの下入るんだろうな。かゆっ、うっ、わきかい。風呂入ってねえかな。あの、俺うつで入れないね、マジで。やる気っていうか、精神エネルギー、生命エネルギーみたいな、行動エネルギー、行動にするライフポイント、ライフポイント、行動ポイントみたいな、行動するときに消費するエネルギーみたいな、総量がマジで少ない。少ない上に多く消費するから何もできねえ。ああ、うつの時は3日くらい何もし、なんかしちゃダメだからな。お母さんにご飯作ってもらいたいんだけど、お母さんもね、仕事してるからさ、忙しいんだよ。うつだってさ、生きるのにもさ、ギリできてないもん俺。生命活動、生活ができてない、全く。あー、歯磨きしない。今日は、昨日はさすがにね、あの、喋るときに、あの、口がキモすぎて、気持ち悪くて歯磨いて、風呂と同時に歯磨いた。やっぱ一緒にした方がいいでしょ。あ、鼻水すげえな。ムカついてきたな。またパンツ映るんだよな。パンツ映ってほしくない。水が、炭酸水美味しくないな。美味しい水で作ってねえからな。鼻炎だな。あ、めちゃくちゃティッシュあるじゃん。なんで、あ、今嗅いだんだ。嗅いだティッシュね。腰痛いね。薬を飲むぜ。もう精神病の薬もね、時間全く無視して飲んでる。ダメかもしれない、それは。でもいいや、別に。うん、これが寝るし。まあ、てなわけでね、
いけー、激もん痛い、腰バチボコや、痛いね、サンタボルト、プン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 、サンタボルト、風呂入んなきゃなーてかさ、もういやでもさ、すごいよな、毎日お風呂入ってさ歯磨けてる人ってさ、すごいよね。うん、できないんだよ、うつだと思う、っていうか生活習慣抜け落ち病みたいなさ。パンパパパーパンパパーパンパ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 パーパンパパパーパンパパパーパンパパパーサンダーボルト、好きなもの、iPhone X に対応してる、壁紙、なかなかないよね。iPhone、Apple がバカみたいなアスペクト比で作ったからさ。Apple マジでムカつくな。壁紙のこと考えてないんか。あいつらめえ、ムカつく野郎だ。喋ることないんだったね。いや、あと待つだけなんですよ。いや、待つのめんどいな。ちょっとこれでよ。どうも、はじま教授です。あ、痛い。あ、痛い。腰をグリグリやってね。俺は何してんだ今、何やってんだろうね。まあいいや、喋ることないね。じゃあのー、あの手汚いから、あのつけれねえんだよ。俺の手ってすごい汚いから唇でできない。うん。何する、触れないから汚いからな。頭かゆ、俺1ヶ月1週間だから 1.2 ヶ月風呂入ってない、マジで。俺だって入りたいよ。うん、でもね、入らせてくんないの、俺が。うん、もう一人の俺じゃない、俺は入りたいけど入らせてくんない。精神分裂症じゃん。ああ鼻水、まあ、薬飲んだから治るんだけど、もっと早くから飲まないとね、雑談する前に追いつかないからさ。追いつくってなんだ、追いつく前に追い越したのか。もう追い越してもないんだよね、まだスタートしてなかった。うん、30分経ったら本気出してくるからね、薬っていうのは。鼻炎薬は多分、でも俺が飲んだのはちょっと早いやつかな、シーラね。あ、肩痛い。はぁ、外食ばっかいたら普通に死ぬだろうな。外食って体に悪いからな、俺が食うもん全部肉だし。
でも外食って高いよね。健康にいいってなんだろうな、本当に。嫌になっちゃうね。まあ、ジュース飲むのやめればいいよね、基本的に。ジュースを断つ。でも俺ジュースよりうまい水知ってんのよ。それはただの水なんだけど、それがあるから俺はいいです。俺の好みの水なんだよね。うん、美味しい水。それがあれば俺ジュースやめれるのよ。本当にうまくて、いつもすごい勢いで飲んじゃう。のに水ですからね。別に体にね、まあ、飲みすぎたら死ぬけど。そんな飲みすぎるってことは飲んでない。あ、でも俺めちゃくちゃ水飲んでんだよね。うん。多分。水抜きダイエット、ボクサーがやる水抜きダイエットの時に飲む水の量くらいは飲んでるんだよ。だおしっこが尋常じゃない。マジで。うん。まあ、どれくらいのペース ?30 分に1回くらい行くね。でも本当に30分に1回行ってるかっていうとそんなわけなくて。だすごいペースでおしっこ行っちゃう。だから俺は基本的に寝れない理由は、睡眠が浅い理由はおしっこ行くから。だからちょっと、水立とうかな。うん。一回水立ったら死ぬんだけど、寝るときはちゃんとおしっこしてから、おしっこ出し切ってから寝るとね、マジでぐっすり寝れるの。俺は、昨日2回ともおしっこで起きた気がする。うん。多分ね、2回とも俺はおしっこで起きた。うん。寝て。おしっこマンなのよ、俺。ただでさえさ、普通にしてるだけでおしっこって溜まるじゃん。で、水の飲む量がさ、俺、いつもさ、使うやつのコップが660とか入るやつ、もしくは1リットル入るやつな。おかしいでしょ、そんなん使ってるやつ。それに、ザーって入れて、キンキンに冷やして、氷入れて、水入れて、ポッカレモン入れて、スペーって言って、俺、酸っぱいの好きなのよ。ポッカレモンだからレモンの意味あんまないのかもしれないけど、うまいんだよな、レモン水って。ああ、レモン直でいっちゃうもん、ね、ビタミン取りすぎたら死ぬんでしょ。でもそんな取れねえよな、ビタミンって。なんかもうさ、ポッカレモンさ2本ぐらい一気飲みしたらさすがに死ぬだろうけど、そんなことはないと思うよ、さすがに。いや、でも全然死ぬな、ちゃんと飲んだら。でもそんなに毒じゃない、醤油ほどは毒じゃないと思う、ポッカレモンは。かゆいな。動画アップロードするまでさ、こんなさ、しょうもない雑談が続くわけないんだよ。しょうもないっていうかさ、ネタがねえんだからさ、ネタはないんだよね。だから 3日くらい喋らない。喋らないっていうか、俺ずっと喋ってんの、頭の中で。それは思考じゃないんだよ、もう喋ってるの。別に意味ないんだよ、考えてる時に。その考え方にもパターンがあるらしくてさ、映像圏で言ってて。面白い人だよな、映像圏の人。俺は頭の中で考えるとき喋りながら考えるんだけど、でもね、俺が頭悪い理由っていうか、考える時間ずっと喋ってるから、頭の中で。喋るのが好きだから、もう、とにかくね、声に出さず喋る。それがいいな。楽なのよ。楽に走ったらそうなる。口で喋るのはやっぱ鼻詰まりがひどかったり、口がすぐ乾いたり、喉が乾いたり、あとなんだろうな、その喋るの辛い。太ってるから肉厚いから、その分重いじゃん、顔が。で、筋肉も別に鍛えてるわけじゃないし、ね、ミシって言うんだよ、思いっきり笑顔やった後に。何それ、かゆっ。かゆい時は寝なきゃいけない。今1時半ですね。はい。あんま時間言っちゃダメか。時間バレするからね。いや、お前がバラしたんだ。そうだよ。だから時間バレじゃないか。ああ、やばい、難しい。すべてが難しいのでね。まあ、シンプルに考えましょう。ね。ブルブルー。いやー、何しようかね。お肉は美味しいねって話。やっぱお肉と卵ってもう命そのものじゃん。言っちゃえば。だからうめえんだよな。もう命じゃん、あんなもん。生命をさ、よっしゃって食ってんじゃん。だからうめえんだよ。でも野菜も生きてるよ。てか生きてるに決まってんだろうが。動いてんだぞ、長期的な目で見たら。成長してんだぞ。それで死んでるわけねえだろ、アホがよ。うん。
生きてるんですよ。野菜だって。すごい、植物って生きてんだな。美味しいよな、お肉って。いやー、マジでありがたいわ。そういう、家畜殺しの人。あのね、俺の代わりに殺してくれて、まあね、殺すっていうか、締め、うまく締めてくれて。ありがとう。ありがとう！本当に。あなたのおかげで俺がね、そういう大変なことしなくて済む。ありがていいね、本当に。で、美味しいご飯も食える。いや、ほんと米うめえからな。お米と肉。これが一番美味しいんですよ。お米、肉、お味噌汁。なんかもう胃袋無限になりたいよね。胃袋無限最強人間になりてえわ。マジで。それでもさ、飯食いまくりて。俺食欲はすごいんだけど、金ねえから飯食えなくてさ。ま、金はあんだけど、あと自分で作れないの。あとお母さんが作るご飯あんまり美味しくない。美味しい時はすごい美味しいんだけど。前作った豚のね、塩胡椒醤油焼きみたいなのね。すごい美味しかった。うん。ちゃんと美味しかった。お母さん美味しいなって思ってました。これはね。うん。はいよ。頭バリカいいの。いや、喋るの楽しいのかっていうか、喋るチャージないんだよな。喋チャージがさ、してないけど、また喋りたくなっちゃったわ。あ、違う。俺が喋りたくなるときって眠くなったときだ。眠くなるとね、なんかどんどん喋れる。あと、鼻炎薬飲んだから。だね。鼻炎と眠気の直前で鼻炎薬飲むと眠くなるじゃん、基本的に。それもいいね。あー、眠い。寝るか。もう漫画読みまくりたいね。バカみてえに漫画読みまくりて。だから iPad Pro の 1TB は俺に必要だよな、マジで。でも高いよな、1TB って。1TB のくせになんであんな高いの？舐めとんのか？舐めとんのか？舐めてるんですか、あなた。ねえ。舐めてるでしょ。舐めます。うん。いやー、本当に絶対 iPad Pro だよな、買うんだったら。漫画読むとかも。で、ちょうどいいくらいの iPad mini と iPad Pro が欲しいな。で、マジで30万くらいいくからな。2つ買うと。高いでちゅね。世の中お金ですよ、本当に。俺がお小遣い貯めたら買えるんだよ、1年くらい。頑張って貯金する。俺はもうね、親からね、めちゃくちゃ金をむしり取ってるので。でもそんなことない。もう治療費ですよ。うん。って言ってるけど、あの、本当に楽しいことがなくても生活のリズムが、レベルが上がっちゃった。漫画いっぱい読んで。ね、でも本当に漫画読んでないと、漫画っていうか楽しいことしてないと死んじゃうの、俺。美味しいもの食べてないとギリギリなの。なんかもう、いろんなものが混ざり合って病院行けないんだよね。マジこれ本当にお父さんのせい。うん。俺は完全に悪くない。ね。めんどくさいですね、本当に。めんどくさいよ、ほんとに。でもまあ楽しいからいいか。辛い、ずっと辛いけど、楽しい時がちょこちょこあるから、いいわ。うん。よくねえけど。別になんか、希望を見出すっていうのもさ、一つの絶望だよね。やっぱり。哲学になっちゃうけどさ、希望を期待してしまうこと、希望が出てくるかもしれないって期待すること、期待こそが絶望の母。絶望のもとだよね。期待してしまうから失望や絶望。そう、負の感情が生まれてきてしまう。それが裏切られてしまった時にね。期待しなきゃいいんですよねっていう。うん。で、いいところだけすする。すするっていうか、救うっていうか、オーバーにリアクションする。うん。はぁ、ああ。俺の雑魚哲学ね。うん、でも、引きこもりだって生きてるからな、社会経験はなくても。社会に揉まれなきゃいけないみたいなのも嫌だな。バカたちに揉まれたら辛いだけだよ。いや、バカみたい社会に出てるやつ。そんなわけないですけどね。でも、辛い経験してるってせいや、基本的にバカのせいじゃん。バカが変なイチャモンつけてきてる、めんどくさいこと吹っかけてくるからさ、
あーめんどくさいって思うだけですよ。バカのせいなんですよ、めんどくさいことって。あーまあでもネットにもバカいるけどね。でもネットだから結局それは、うん、まあ現実にも来るバカだからちゃんといるけどね。そう現実前に何かしてくる、まあネットももう現実なんだけどさ。でもネットはネットじゃん。ネットだけで悪口言っちゃけばいいのにさ、現実まで嫌がらせするってさ、やっぱその本当にしょうもないっていうか、自分の人生を楽しめない人間って、俺は相当楽しめてる。ぶっちゃけ。うん。チャケブーね。ぶっちゃけって言葉好きなの。普通にとかぶっちゃけ。ぶっちゃけチャケブーね。うん。ぶっちゃけって お前がチャケでどうすんだよって話だよね。うん。お前が勝手に言ってんのに何ぶっちゃけって話だからね。ぶっちゃけって面白いな。うっちゃりみたいだ。チャしか合ってねえ気がする。あはあ、茶といえばやっぱ紅茶だよね。自分で作った紅茶でうまい紅茶ってあんの？リプトンとかのさ、レモンティーの方がうめんだが。うめんだが！うん。自分で作ってうめえ紅茶作れる人すごいな。まあ、単純に茶葉をこだわってねえからな。何もこだわってねえからうめえもん作れるわけじゃねえ。うめえのが作れるわけねえんだよな。今度探すわ。うめえ紅茶の作り方。YouTube で。何でも YouTube で調べればいいからね。ステーキの焼き方もね、俺はアルミホイルで包むぞ。まあ、あんま熱くなくて美味しくないけど、それがうまいらしい。でも、いろいろ諸説あるからね。うん。アルミホイルに俺は包むぞ！なんかよくわかんないやつが男らしくないみたいなこと言って。誰！ボケ。なあ。ほふるぞ！一番ダサい。俺が今一番ダサいです。皆さんどうも一番ダサい人です。ちょっとダサすぎました。恥ずかしくなってきちゃったね。恥ずかしくなってきたんでね一回トイレに行こうかな。あーでも気持ちが切れちゃうけどさ、30分で切ってトイレとかそのやるとね、集中力が続く気がする。でみんなもさ30分以上見れないじゃん動画。1時間とか上げてたけどさ。てなわけでね、ここら辺でね、ションベンとポッカレモンを調達していきます。あばよ。終わりっぽい終わり方が好きじゃなくて絶対にこうなるんだよね。てなわけでね、勢いよく終わりましょう。あ別にこの絵に勢いさとか声に勢いさはないです。俺がはっってやるっていうね。うん。